こんにちは。一瞬で人を引きつける写真撮影用の背景ボード作りをレッスンしています大浦幸子です。今回はお知らせです。11月19日の月曜日に1日かけてスマホで自分のレシピ動画撮影ができるようになることと、そして編集の方法も教えてもらえるレッスンと、私のフォトボード作りを、コラボで、レッスンさせてもらうんですけれども、その中でも会場が、大阪市生野区にある本格フランス菓子教室のヒスナズタさんで行うんですけれども、動画とボードだけじゃなくて、そのヒスナズタさんでやる意味があるんですね。ヒスナズタさんは今回は、どうやったらお菓子教室ができるのか、お菓子教室ができるまでの体験談だったり、お菓子の販売の話だったり、アトリエがこう作るまで、アトリエができるまでのお話とかもしてくれるそうなんです。集まる皆さんの、状況に合わせた話をヒスナズタの大下先生の方からしていただけるという、とってもレアな機会なので、教室、お菓子作り教室も、もちろんお料理もですけれども、興味のある方はぜひ11月19日月曜日の、スマホで動画撮影プラス、このフォトボード作り、そして大下先生のお菓子教室ができるまでの貴重な体験談など満載でお届けしますので、ぜひご参加ください。お待ちしております。